酒場という聖域を、酒を探し、魚を探し、悪魔が巡る。デビデビデビルの酒場徘徊記。デビルです。今日は名古屋の伏見というところに来ています。名古屋はうまい店多そうで楽しみだね。伏見は名古屋の繁華街、栄と名古屋駅の中間にあるエリア。閑静で穴場感のあるこの地域にお目当てのお店があるそうです。お、あるかな。はい、こんにちは。地下鉄伏見駅から徒歩3分、土手焼きしましょう。戦後舞台演劇の名俳優島田省吾さんにちなんで名付けられたそうです。今日はちょっとさっぱりしたやつから飲もうかな。はい、すいません。いやー、突き出しがしらすおろしってのも分かってる感じでいいね。いくらでも飲めちゃうね。それじゃあ、なんかおすすめのおつまみください。とて焼きって味噌のおでんを召し上がりますか。名古屋名物、八丁味噌の出汁でじっくり煮込んだ味噌おでん。こちらのお店ではとて焼きという名前で親しまれています。はい、どうぞ。とて焼き盛り合わせです。シュワー、うまシュワー。これは牛すじで、豆腐、こんにゃく、大根、卵、里芋。それじゃあ、熱いうちに大根、ハムハム。どうもまんまん、中まで染みてて、うまい。もっとしょっぱいかと思ったけど、優しくて、だけどしっかりした味。牛すじも外せないよね。と同じ味噌って思えないくらい、こっちは濃厚。これでもさ、大正解だったかもしれん。絶品の土手焼き、実はすごい歴史があるそうです。この店っていつからやってんの。昭和24年1949年かな、はい。終戦後にすぐ近くの広小路通り、そこに屋台がね400軒並んでた時代があって、そこの1店舗で祖父と曽祖父が始めまして、それから70年かけて今こちらへ移ってきました。当時の屋台では土手焼きを出す店も多かったそうですが、今も専門で出している店は数少ないそうです。そんだけ長くやっていけるなら、そりゃうめえわけだわ。ハイボールお待たせしました、どうぞ。ご機嫌のデビ様、お酒も進むし、食も進む。まだなんか食べたいね。なんかガチッと食べられるものありますか。その牛すじをご飯に乗せてオムレツをのせた土手オムライスっていうのが、はい、うちありますので。牛すじをご飯にのせる土手飯は有名ですが、そこに卵が乗ったらどんな味になるんでしょう。土手オムライスですね、どうぞ。いやー、いいねこれ。んじゃあ早速。おーは、これもごちそうだ。いただきまーす。牛すじはさっき食べたのに、卵と合わせるとチンチンチン。味噌なのに、夢ぐらい少女みたいな、複雑な味わい。
しかも酒の超美味しい。あー最高。名古屋の歴史が詰まった味に大満足のレビ様でした。いやー、あくまで僕には70年は短いけど、人間の歴史もバカにできないもんだね。あ、じゃあ僕はもっとお金飲んでこう。またにゃー。もう100年やってほしいな。うまい店、変わらないものが恋しくなったらまた来ましょう。